はい、始まりました突撃隣のプレイヤー、この番組は毎回ローカルで活躍しているプレイヤーと僕林編集長の岡藤林太郎が約1時間程度、ローカルのプレイヤーと議論をする番組となっています。で今回のゲストはですね、オンラインぶらりかがというサービスを個人で最近始められました、佐竹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐竹さんとはまあ今ね、こうコロナ禍以降ちょっとオンライン化がいろんなところで進んでますけど、まあ、新しい形でこう加賀という場所を紹介しているので、この佐竹さんからですねいろいろ活動内容を詳しく聞きながら、まあ、観光地としての土地と僕らの関係性とか、あとまあその生きる場所とか精神性を育む場所としての土地と僕らの関係性というのを一緒に再考できたらなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、僕と佐竹さんの関係性から言うと、この前佐竹さんが、登壇されたイベントがありまして、それに一参加者として僕が行ってみたら、あ、なんか面白そうだなと思って今回声かけさせていただきました。ありがとうございます。はい、まあちょっとじゃあまず早速ですけど、はい、佐竹さんから今どういう、今僕の方でも軽く説明しましたけど、オンラインぶらりかがというのも含めていろいろ佐竹さんの自己紹介からしてもらえたらなと思います。じゃあちょっとここからスライドを共有していきます。はいはい、まあ、土地と僕らの関係性というテーマについて今日ちょっとお話しさせていただければと思っております。ちょっと簡単に自己紹介しますね。佐竹浩平と言います。よろしくお願いします。出身はもともと愛知県の名古屋市で、まあ、その後大学で、京都の方の同志社大学という大学に進学をし、ここで経済大学を僕は、6年ほど学んで、石川県加賀市という今、福井県との県境の温泉地ですねに住んでます。で、加賀市には山城温泉、山中温泉、片山津温泉ってこう3つ温泉地があってあるんですけど、まあ、その中で、僕は山城温泉というエリアに今住んでいます。で、まあ、なんで加賀に移住したのかとか、なんかそういう話はもういろいろありつつ、まあ、一旦こう、まず自分が、まあ、そういう、そういう背景も含めて、ちょっと、サービスについてお話していければなと思ってるんですけど、まあ、土地と僕らの関係性について、こう、まあ、結構、なんていうんですか、入っていく話なので、移住の話になると。まあ、こう、軽くお話をして、その、挑んでるテーマとかの話はこう後ほどしていければなと思ってます。で、まあ、加賀に移住したのはこう単にすごい温泉地でこういいなって思ったのと、あとはなんかこう、一時期ここで住み込みでインターンをしたんですけど、なんかその時にこう、どこどこの誰々さんが通用するとか、あるいはまあ歴史を見ていくとこう、ものすごくポテンシャルがあるなと思って、で、なんかこう、この街で何かができるんじゃないか。まあ、この街が僕は22世紀に向けた希望の光だと思ったので、この街に移住をして、できましたという感じですね。まあこう何をやっているんだという、さっきこうオンラインぶらりかがという話があったので、ちょっとだけご紹介していきます。はい、オンラインぶらりかがっていうのは、まあすごい簡単に言うと、あの加賀に特化したこうオンラインぶらたもりみたいな感じで、あの皆さんぶらたもりってご存知ですか？ぶらたもりご存知ですか？僕はちゃんと一回まるまる見たことはないですけど、断片的になら、はい。そう、なんか、あれすごい、こう、タモリさんがこう歩きながら街を紹介したりとか、街の人と歩いてみたいな形でやってるんですけど、うんうん、あの、あれ実は、あの、こうタモリさんの隣についてる、その、あれ、アナウンサーなんですかね、の方って、はいはい、もう何の予習もなしで、急に行くらしいんですよ。うんうん、で、何も知らないまま、こう歩くんですけど、だからこうタモリさんが、まあ、ある種、もうそういうのものすごい地形とか文化とか、なんかそういうの詳しくて、で、そういう話をしながら歩くわけですけど、まあ、ある意味では僕がこうタモリさんの、あのポジション、まあ、自分が加賀に住んでることもあって、その加賀のことをよく知ってるので、そういうところで、あの、まあ、タモリさんの役を担いながらというか、で、なんかまあ、あれは僕らがこう番組として見るものですけど、まあ、実際にそこにこう、オンラインで入ってもらって、一緒に街を歩くみたいなことをやってます。はい。で、まあ、あの、ぶらりすることって書いてあるんですけど、あの、観光に行くと、こう、観光地に、こう、行きますよねと。例えば、こう、まあ、わかりやすいと、京都に行った時に、清水寺を見に行くとか、金閣に行くとか。だから写真は撮るけど、じゃあ、その街の歴史とは何なのかとか、文化とは何なのかって、そこまで、こう、なかなか出会わないです。だから、自分がこう、主体として歩くっていうことは、します。
これがすごいこう大事だと思っていて、で、オンラインでガイドすることとかって別に多分簡単なんですよ。僕が香川のここいいとこですよって持ってったらいいだけなんで。でもなんかそれって全然多分面白くなくて、なんかあの、こう右に行きたい、左に行きたいって真ん中に書いてある位置情報シェアって書いてあるんですけど、Google マップで今位置情報シェアしながら、どこを歩いてるのかっていうのをこう、まあある種右手か左手にこう Google マップを持って、街を歩いてもらうみたいな形で、右に行きたいのか左に行きたいのかとかを、あるいはどの店に入ってほしいとか、そういうのをこう、まあ、指示してもらいながら僕が代理で歩くみたいな。ただその際のコミュニケーション、まあある種僕が香川の人としてコミュニケーション取るわけですけど、なんかその際に取るコミュニケーションは街のことであったりとか、あるいはこう単純に一緒に街歩いてる時のあなたがどうですかみたいな話とかも含めて、なんかこう、その来てくださってる方と香川の接点とかを、まあ、模索するというか、みたいな形でコミュニケーションを撮ったりしています。で、なんかこういうのを例えば YouTube であったりとか、あるいはそのなんかテレビ番組として見ると、やっぱりどうしてもこう編集されていたりとかでしちゃうと思うんですけど、なんかこうリアルタイム、オンラインで入ってもらってリアルタイムだからこそのこう生々しさみたいなのが多分あるはずで、で観光はあの編集されてないじゃないですか。まあ街が編集されてるみたいな可能性はありますけど、うん、でもなんか少なくともその場にいるっていうことは編集されてないわけで、なんかそういう生々しさを感じてほしいっていうところで、こういうものをやってます。で、ちなみになんかライブイコマースみたいなこともやってて、その場でこの店に入ってほしいって言ってこう入った時に、この店のこれを買ってほしいって言われたら、それをこう、まあ代理で買って、後ほど、こうお送りしますみたいなことも、今はやっています。はい。事業としてはそうですね。こんな感じのことをしています。うん、いや、そう。これ実際に僕も、おとといかな、この収録してる日のおととい、2日前に、実際に、まずユーザーとして、佐竹さんに案内してもらいましたけど、これまあ、もうちょっと詳しく言うと、だから、こう、ズームをつない、今、そうですよね、ズームですよね。はい、そうです。今もね、そう、ズームで、まず僕と佐竹さんがつながって、で、僕は自宅にいるわけですよね。で、佐竹さんの方の画面では、こう、まず、天城温泉の今ここにいますみたいな感じで、こう外カメラでいろいろあると。で、佐竹さんがこう歩いてくれていろんなところで、ここの建物っていうのはこうでとか。で、僕の方にちょっと問いかけがあって、どっち行きたいですかとか。じゃあこっちお願いしますって言うと、またそっちに歩いて、そっちの景色とか、そこのなんか建物の歴史とかをこう教えてもらえるっていうサービスっていうことでいいですよね。そうですね。はい。いや、これ本当にね、僕もやっぱ、ちょっと僕よくやる、ちょっとずるい作戦というか、あれ、よくやるんですけど、こう、取材する前にまずお客さんとしてその人のやってることを体験するっていうのを、よくやるんですけど、いや、本当にやっぱ面白くて、で、やっぱりその、なんか、やっぱり昔からよくあるその街の案内人みたいな人との、やっぱ触れ合い方とも当然違うわけですよね。やっぱ自分の体がそこに行ってないし、うん、僕は自宅にいて風景と音声だけあると、はい、でなんかあと YouTube とかによくこうなんかずっとただただ観光地を案内してる映像とかそういうのあるけど、それともやっぱ違って、こっちのこうこっちに行ってほしいとか、ここどういうことなんですかみたいなふとした疑問にちゃんと全て答えてくれたりして、いや本当にあれなんか面白いなと思って今回ちょっと呼ばせていただきました。ある意味なんかゲームみたいですよね。こうコントローラーでこう右っつってやったらこう、ね、確かにゲーム、そうですね。なんかそういう感覚に近いのかなともちょっと思ったりします。それをこのリアルな街でやるみたいな。確かに FPS ゲーム的な確かに感じはありますね。だって視覚はもう佐竹さんのカメラなんだから。そうですね。いや、実際にこうやられてみて、これ一応、こうコロナ禍というか2月とか3月、4月でしたっけ始められたの。いや、本当始めたリリースしたのはそもそもこう8月の半ばとかですね、今。あ、マジですか、これ自体。そんな最近だったんですか、はい、おお、じゃあちょうど。いやいや、本当に、実際に始められてどうですか。いや、でもやっぱ、それこそ満足度はやっぱ高いなっていうのをこうやっててすごい思いますね。なんか例えば1時間っていう今時間設定でやってるんですけど、うん、結構こう、みんな告知をするっていうのをあっという間に思ったみたいなところは結構言ってて。で、中には本当にお土産を買っていく人もいるんですよ。で、なんかそれがこう届いてすごい喜んでくれたりとか。でもなんかそれで、例えばこう買ったお土産って、その実際にこう、加賀、ないしはこう山城温泉をこう歩いたからこそ、
なんていうんですかね、そのものっていうものを普通の EC サイトで買うだけじゃなくて、うん、あ、ここを歩いた、こんな街の景色の中にこういうものがあるんだっていう、その、そこを歩いた体験と、ものがこう紐づいていく、そのもの、こと付きのものみたいなものの購買になるので、なんかそれはそれでこう普通に紹介してこういうのがあるよって買ってもらうだけではない、なんかところがあるんだろうなっていうのをこう話を聞いて、話を、そのいろんな方の話をちょっと伺ってて、すごい思いました。あとなんかこうやっぱ意外と加賀遠いって思ってる方結構いて、石川県とかこう富山、福井とか北陸っていうとこやっぱりどうしてもちょっと距離があるような感じがするんですけど、大阪からでもこう電車で特急1本、3時間ないぐらいですぐ来れたりするの で、東京からも飛行機を取ってたりするので、全然こうアクセスが悪いわけではないんですけど。そう、でもそういうことですよね。ああ、はい、佐々木さんはもともとまず案内されてたんですよね、その街の案内を。そうですね。ああ、そう、もともとは、はい、コロナとかよりも前は、実際に来た人に対して、まあ、本当に主に友人で、まあ、ちょっとその紹介であったりとかっていう形ではあるんですけど、まあ、内々で案内して、1年で60人ぐらいかな、案内してました。で、それを今回だから、まあ、実際にやっぱり旅行するのが厳しいからっていうことで始めたみたいな感じですよね、いきさつとしては。そうですね。はい。うん、いや、やっぱ今のその、なんか、加賀遠い人は、遠いと思ってる人も多くてって今おっしゃいましたけど、やっぱそういうのって、はい、ちょっとこれ打ち合わせの時かな、あんま喋った気がするけど、やっぱ、旅行ってやっぱね、大変なですよね。確かに。それありますよね。うん、いや、ほんと僕がもともとインドアなんであれですけど、やっぱりその、まだ時間、一泊二日だと結構弾丸だし、うん。で、2泊3日取るってなると、その、普通のなんか会社員、平日ずっと働いてる人からしたら結構大変で。うん。うん、で、やっぱりどうしてもこう長期休み、お盆とか、なんかそのお正月とか。で、結構年にやっぱり本当に限られてくると思うんですよね。そういう旅行に行くってこと自体が。うん。けど、このオンラインのやつだと、本当に、だって実際かかっていく時間、1時間ですけど。僕も体験して思いましたけど、やっぱ本当に行きたいなって思ったし、うん、で、ああ、全然知らない街の景色を、まず映像として、で、ただ映像として見るだけじゃなくて、ちゃんと佐藤健さんの案内とか、まあ、おしゃべりとかの中で見て、景色見ていくって、本当に疑似的なっていうと、なんかこう、オフラインのなんか介護感みたいな言い方であんま好きじゃないですけど、そういう感じがして、やっぱりその、旅行のハードルとか、観光のハードルを下げるっていうような、うん、取り組みでもあるかなと思いましたよ。そうですね。だからある意味こう、そのさっきこうインドアでとか忙しくてとか、うん、なんかこうやっぱ時間がかかるみたいな話してましたけど、隙間時間に他の街歩けるって結構面白いなって思いますね。なんか、うん、そこの街とのこうつながりみたいなのがこう心のどこかでできるというか、うんうん、そういうのがもう少しこう、まあ今僕は加賀っていうところでやってますけど、なんかそういうのが少しずつ広まるといいなと個人的には思ってて、うん、あまり僕は観光地に興味ないので。あ、そうなんですか。あんまりないですね。あ、まあなんか例えばそれが、さっきのこう、京都の金閣とか清水とかって話をこう例に出しましたけど、うん、あれもこう歴史的な文脈も踏まえるとこう非常に面白いなとか興味深いなとか思うんですけど、なんかそれそのものにはまあ別にあんまりこう、はい、なんか感銘を受けない。まあ一回は例えば、一回目は面白かったとしても、二回目はないですよね、多分。一回行ったからいいや、みたいな。はいはいはい、チェックマークつけていくみたいな感じになっちゃうので、なんかそういう形じゃないやり方をこう模索しないと本当の意味でこうつながりはできないなみたいな感覚があります。そうですね、はい、これ結構確か過去のなんか回でも言ってるんですけど、やっぱりその、はい、今つながりとかおっしゃいましたけど、そのやっぱ一回行ったきりなんですよね、旅行って。大体当たり前ですけど、で、例えばなんかニセコのスキー場行ってきました、イエーイみたいな。はいはい、はい。で、まあ、その、まあ人によっては毎年のリピーターになったりとかっていうこともやっぱあるとは思うんですけど、結構まあそういう観光名所とかなんか写真を撮るような場所とかだったりすると、やっぱ一回行って終了っていうのが本当にもったいないし、その観光地側も疲弊、基本的に落ちるお金少ないから写真撮るだけだったら。そうっすね。うん、なんかもったいないというか良くないなぁと思ってて、
でよく時々やっぱ考えるんですけど、そのあの推しの場所というか、なんかここの町って個人全然自分のふるさとでもないし、一回もなんかそのなんか特に縁もゆかりもないんだけど、なんか好きだよねみたいな場所に対して、なんかこうそれこそクラウドファンディング的にネットになんかこう口座みたいなんがあって、はい、まあ、ちょっとふるさと納税のもうちょっとちゃんと寄付によった感じというか、うん、あれやっぱりなんか節税というか、その、はいはいはい、返礼品目的っていうのがあったりするけど、うん、ふるさと納税的なものをもう少し拡張して、なんかもうちょっと町ごとになんかちゃんとここから応援してくださいみたいな講座があったり、うん、とかなんかちょっとなんかディスコードでもスラックでもなんでもいいけど、もうちょっとこう町を愛する人たちのなんかコミュニティに入れますよみたいな動きって、うん、なんか2010年代ちょっとなんか何でしたっけ、村人になる権利を変える町とか確か、あ、なんかあったりしたと思う、ありましたよね、はい、ああいう動きってもっと出てきていいなって僕思ってるんですよね。確かに確かに、そうですね、あ、そういうのはありますよね。そういうの作れると確かにちょっと面白いですね。なんかどういう形で設計するのがいいかちょっとわかんないですけど、今僕も聞いてちょっとやってみようかなって思いました。ああ、そうですか。うん、はい、いやなんかね、僕自身があんまりこうどっか行って写真撮って終了みたいなのって、このワンショットのためだけになんか準備したのかよみたいな感じがして、うん、なんかあんま好きじゃなくて、まあ、記念として写真撮るのは全然いいんですけど、うん、なんかもうちょっとちょっともうすごい個人的な話しますけど、修学旅行の時に、中学校の修学旅行の時、なんか広島の宮島だったんですけど、はいはいはい、なんかその伊勢なんだっけ、あそこの厳島神社か、厳島神社でこうなんか立て看板とかあるんですよね、なんかね、はいはいはい、で僕それ結構ちゃんと読んでいきたかったんだけど、ああいうの、はい、もう学校のなんかみんなで行ってるからわーっと通んないといけないみたいな、あれすごいストレスで、はいはいはい、いやいや、もうこれ何なのこれみたいな、ここ全然わかんないままなんか進んでっちゃってとかあるから、もうちょっとなんか自分のペースで見たいなとか、うん、もうちょっとなんかその何、写真撮って終了とか景色見て終了じゃなくて、もうちょっとなんかただゆっくりする時間とかがあってよかったのになとか、うん、それやっぱりそのなんか今までのよくある観光のなんかツアーとか、はい、そういうものに対してなんとなく嫌な感じとか思ってたんで、こういうのって本当に僕応援したいんですよね、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、実際にこの佐竹さんがまずこのオンラインぶらりかが始めて、あのなんかきっかけとしては本当にどういう感じなんですか？やっぱ一つは、まあこうコロナ禍でやっぱそういう、こう対面のができないっていうのが一つと、うん、でなんかなんていうんですかね、こういや動画作って紹介とかも多分全然できるんですけど、うんうん、なんかそれってこう味気ないなって思って。たんですよ。僕が多分例えば他の街のこと動画で見てもなんかわすげえめっちゃいいと思うけど、なんかそこにこう親近感ってないなみたいな、である種のこう無機質さの塊なんですよ、そういうのって。で例えば一方で、例えばそのこう旅行で昔行ったところをそのストリートビューでなぞってる人であったりとか、なんかそういう人ってこういるわけですよ、チャリティー YouTuber 見たりとか。でなんかそういう人がこういる話も聞きました、周りにいるんですけど、なんかそういう話聞いたりするときに、なんかそこをもっとリアルに、生々しく体験できるんじゃないかと個人的には思って、でそれを、設計したら、なんか別に万人に受けるわけじゃないと思うんです、こういうのって。うんうん、で万人に受ける必要もないと思ってて、なんかそういう、でもこういいなとか使いたいなとかちょっと興味あるな、町とのつながりとか、なんかあるいはこう、気軽にこう隙間時間で旅行するとか、うん、なんかそういうことにこうふと興味が湧いたような人たちが、まあ試しでも使ってくれるっていうところができると、それこそなんか例えば、今はまあ僕だけがこう案内人としてやってますけど、本当はゆくゆくはこう街の人がちゃんといろいろね、こう分散的にこう案内できるようにはしたいなと思ってて、でなんかそういうこうあり方ができると、それこそ本当にこうランダムに街の人と出会えたりとかするので、うん、なんかそういうのをこうね、結構作りたいなと
思って。で、なんかオンラインとオフラインとか、やっぱり二項対立みたいな話で語られちゃうことが多いですけど、だからそれってこう、もうちょっと合体させれるんじゃないんだっけ。いや、本当に。でそうするとね、こう例えばコロナが、落ち着くのか分かんないですけど、しかし、こう、やっぱ県境またいで移動とか旅行とかがもう少ししやすくなったタイミングで、なんか、ただこう、加賀に来る動線として、なんかその、こう、人も、案内してくれてるから、こう、人も知ってるし、みたいな形で、こう、来やすかったりとか、する。で、それはなんか、こう、加賀に行こうと思わないけど、なんか、隙間時間にちょっと歩いてみるか、つってやってくれるだけでも、なんかその動線になるので、なんか、これって全然共存し得るというか、ここにコンフリクトが起きないんですよね。なんか、オンラインの方がいいとか、なんか、オフラインの方がいいとか、なんか、そういう形じゃなくて、なんか、どっちも、どっちの良さも、こう、引き立て合うような形に、設計したいなと思って、こういう形にしているっていうのはあります。いやいや、本当になんていうか、そう、今までだとやっぱり、インスタの写真とか観光地の写真とかでわっと観光地が盛り上がったっていうのはありますけど、やっぱこうネットでまずなんかお知らせ的にそこを入り口にして、結局こうお金回収するところは実際に旅行に来てもらってみたいな感じで、すごいここもギャップがあったと思うんですけど、そこの準備ってすごい大変だし、今みたいに隙間時間でちょっとだけここ覗いてみようみたいな、うん、であとそのなんていうんですか、そのなんか旅行こことここ行きたい時に迷ってて、ちょっとそれぞれオンラインぶらり加賀と、なんか京都行ってみて決めるとか、これから、そういう旅行のスタイルもやっぱあっていいというか、その実際になんかただストリートビュー眺めるだけよりも、例えば佐竹さんも相当僕もお客さんとして体験したから分かるけど、いろいろ僕が質問したことに返って全て答えてくれるし、ここ何なんですかって言ったらいや、こうでみたいな、やっぱそういう話とかを踏まえた上で、じゃあこっち行ってみようかなみたいな、なんかこう本当にこうなんか緩やかにそこのなんていうのかな、オフラインへの動線にもなるし、人によっては多分これだけでいいって人もいると思うんですよね。なんかはいはい、なんかわざわざちゃんとオフラインで行くことをゴールにするだけじゃなくて、なんかこれでもういいなみたいな、結構人によってはね、でなんかこう例えば佐竹さん的な人がこれから増えていったりも、僕はもちろん増えるべきだと思いますけど、した時になんかこうそういうのもありかなって思いますね。そうですね、それこそやっぱ寝先で出れない人とか、車椅子とかやっぱなかなか長距離の移動が大変な人とかも、こう可能性としてはあると思うんですよね。で、なんか周りにこう、ちょっとそれこう、それこそなんかこう、オンラインで、画面広げてあげられる人がもしいるなら、なんかそれは、その人はこう、なかなかやっぱね、実際に来るっていうところは難しいかもしれないけど、オンラインで歩く、そしてそこからこう、土産が届くみたいな形は全然できると思いますし。そうなんですよね。なんかそういうふうに別に来てもらうのが別に全てではないので、あとなんかこうさっきのインスタ映えみたいな話で言ったら、なんかこうその写真が綺麗に撮れるインスタ映えスポットなんか Google で調べたら出るので、それが目当ての人はそれを目当てにして行ったらいいと思うんですよ。なんかそれこそこう歴史の話とか文化の話とか、さっきの宮島厳島神社の話してましたけど、なんかあれを読んで、でもあれ読んだってなんか結構分かりにくかったりするんですよね。なんかそもそも前提知識がとか、なんかじゃあ今どうなのとか、なんかそういう話多分あると思ってて、でなんかそれをこううまく解説、要はそこの編集、物語の編集ができるのが地元の人だと思うので、なんかだからこそ地元のガイドなんですよね。なんかすごい大事なのって。いや確かにすごい分かりやすかったですもんね。いやいいですね。いや、じゃあちょっと今なんとなくこう観光地と僕らの関わり方に変化があるんじゃないかみたいなことをなんとなく話しましたけど、なんかまだスライドがあるということなんで、ちょっとだけオンラインぶらり加賀でやろうとしていることの続きの話ではあるんですけど、観光地としての加賀ってやっぱりどうしても観光客と地元の住民断絶するんですよね。断絶するというか別に関わりがないんですよ、そもそも。で観光客の人は旅館に泊まってるし、地元の人は地元の人で生活してるし、観光客が歩いてても気にしないのが観光地なので、なんか今日も観光客がいるねとか、今日は少ないねみたいなっていう状態があるんですけど、しかしこれを
溶かすことはできるんじゃないかなと思ってて、なんかこれ見てもらったら分かるように、こう別に全てが溶けてるわけじゃないんですね。部分的に溶けてるだけで、はいはいはい、で別に住民が全員こうそこの教科書溶けてる必要があるかって言われてそうでもないし、観光客も別に全員である必要ないけれども、しかしなんか例えばその1割でもこう溶けてたらすごい状態として面白いんじゃないかなと思ったりとかしていて、なんかそこをこううまくやりたい。でまあこう街と深く出会う体験を作りたいなっていうのがやっぱ結構あって、で一番最初こう左に書いてあるのはその地元の人が地元地域を案内する、地域の人が地域を案内するそのローカルの語り部事業みたいな形をやろうと思ってたんですけど、うん、まあそれをやるとあの観光がこう民主化されていく、誰でもこうガイドができてみたいな、うんうんうん、で街のいいところを喋る、まあ悪いところも喋るかもしれないですけど、それはそれで任せつつ、うんうん、でなんかこう地域のこと喋るからこそローカルプライドをこ う, うまく醸成できるんじゃないか。でまあ、さっきのこう境界線が溶けていくことによって密なコミュニティに風通しが生まれるんじゃないかと思って、まあそうですね、こういうことやろうと思ってます。でなんかそれぞれこう地域の中であのいろんな地域があると思うんですけど、いろんな地域の中であのなんていうんですかね、そういう状態がこう生まれていく、観光地にしてもあの同じ観光地でも、例えばそのインスタ映えスポットとか、旅行、いわゆる旅行、旅館に泊まって温泉に入ってっていうことでできるんですけど、うちも。あの、それを楽しみたい人する楽しんでもらって、でもなんかそうじゃないっていう選択肢があるっていうことが大事だと思ってるので、なんか地元、僕も街に行くと、あの、地元の人と、この間富山に行った時に、あの、ゲストハウスに泊まったんですけど、そこのゲストハウスのオーナーさんが、うん、あの、そのゲストハウスのある地下にスナックを持ってて、スナックのママだったんですよ。はいはい、で、そのスナックのママさんは、その町の、要はオーナーですよね。そのオーナーであり、スナックのママであり、その人、その町の商工会の、なんか女性部の代表かなんかっていう人で、うんうん、なんかすごい地元に顔の利く人であり、なんか地域の人ともちろん詳しいし、みたいな。なんかそういう人のところに泊まった、それ偶然なんですけど、その人と泊まったら、その地下のスナックに招待されて、でスナックに行ったらその地域の話が聞けて、みたいな。これめっちゃいいなと思って。うん、歩いて一緒に回ることはしないですけど、でも聞きたければその人に聞いたらいいとか、なんかその人の名前使ったら大体話通るよとか、うん、そういうのがあるってすごい大事だなと思って。飲食店とか分かりやすくて、やっぱ食べログに評価が載ってないお店でめっちゃいい店とか死ぬほどあるんですよ。うん、だって観光客行かないですもん、そういうところ。だけど、地元の人いちいち食べログつけないでしょ、みたいな。はいはいはい。そこがこう食べログの限界だと思うんですよね。なんか東京とかみたいにこう人が集まるところで、あの、それぞれがこう競合してやってると、それぞれ評価つけてどうするかみたいな話になるんですけど、なんかそうじゃないと、こうやっぱ食べログなかなか機能しない側面もあるなと思って。なんかそういうの紹介できるのもこう地域の人だよねみたいな。そういう意味でなんかこう、まあ、オフラインだろうがオンラインだろうが、あのこう地域の人と関係性を持てるとか、なんかそこの境界線が溶け合うみたいなことって、こう観光地においても、結構大事なんじゃないかなって個人的にはすごい思ってます。そうですね、今ローカルプライドの情勢っていうのがありましたけど、はい、やっぱ意外とこの僕らって自分の住んでる街知らないですよね。ああ、そうですね、それはあります。ちなみに僕も地元のことはあんま知らないです。ああ、そうですよね。移住先が今、香川で、っていうことだから。ああ、はい、いや、そうそう。なんか、まあ、これは本当に有名な話ですけど、例えばこういう動きがバーッと全国で広がって、例えばなんか意外となんかちょっとお小遣い稼げちゃうぞみたいなね。うん。まあ、そこまでスケールするかどうか置いてて、そうなった時に、なんか、普通にそこら辺に住んでる学生とかも、なんか将来、ちょっとなんかお金もなるっぽいし、地元のこと調べとくかみたいな、まあちょっとそのお金目的でそのアプロ、入り口としてどうなんだみたいなことを置いとくとしても、なんかそういうふうに地元、なんか僕らの住んでる土地について考えるきっかけになったりするっていう、その新しい回路を用意、なんかこう開いてくれるような可能性に本当満ちてるなって思いますね。そうですね。だからなんか本当の、うん、要はこれを分散化させたときに、使ってほしい、要はそこでこう、町のこと紹介してほしいなって思う案内人の候補っていうのは、僕はパートしてるママさんなんですよ。でどういうことかっていうと、あのパートしてるママさんって自分の子供育てながらこう空き時間でパートで働いてお金を得て、まあ、そのある種社会との接点を作りながらってやってるわけですけど、なんかまあパートしたければパートでいいんですよ。
でもなんかパートあんま好きじゃないんだけど、でもそこでやってるとか、なんか他のものがあればっていう人がこっちに来てもらったら、その人が、そのローカルプライド醸成されるわけですよ、その人にとっての。で、そうなると何が起こるかっていうと、その人にとってローカルプライドが醸成されて、で、そのままコミュニティの中で、でもそういえばうちの町こんなところもあったよっていう、こう、話をするんですよ。みたいなのが一つと、もう一つは、いや、でもね、案外うちの町いいところあるよっていう教育になるんです。で、こうなんか逃げる道が二つあって、これを作ると、その要は、本当に小さなエコシステムだけど、その人を起点とした、こう、生態系っていうのができるんじゃないかと思ってて。でそれぞれがこう街の良さをこう語っていく、語り継いでいく。で、別にそれで結果として、例えばその子が、外に出て帰ってこないっていう選択肢全然ありだと思うんですけど、うん、しかしもう一回帰ってくるっていう選択肢も作らないといけない。帰ってくること強要はできないですけど、なんか帰ってこないっていう選択肢しか今ないんですよね、やっぱりなかなか。うん、そういうこう生態系作ろうと思った時に、まず初手そこにアプローチするのは結構大事だなと思って。うん、いや、で、あとね、この、やっぱり、なんかこう、このサービスを、オンラインぶらり化が的なものを受けるサービスと、なんか、神話、なんか、って何だろうみたいなことを、一ユーザーとして体験したと考えてたんですけど、その、他人のなんかこの生活感というか、うん、そういう話を面白がったり、そういうのが好きな人にはすごい刺さるなって思いましたね。うん、なんか例えば僕らなんか会話の流れで、なんか山口県の、僕今山口県に住んでるから山口県の話になっちゃって、いや山口県だとこの瀬戸内海とこのなんだっけあそこ日本海か、日本海側が、うん、まあなんかこう県の南と北で結構なんか雰囲気違うんですよみたいな、で山口県のこう南の方はなんかまあ太平洋こうベルト的にまあ結構瀬戸内海のとこは、まああんま綺麗な海っていうよりは、結構まあ貿易とか工業としての港としての機能面が強くて、こう上の方の方だと、まあなんか割と綺麗な海で、みたいなのが違うんですよね、みたいな話、さっとしたときに、佐竹さんが、あ、そうなんすかって言ってくれて、なんかその、いや、こっちは海が一つしかないから、みたいな。で、なんか、あ、そうなんですね、みたいな、なんてないことない雑談あったけど、あれってやっぱり、うん、僕山口県の人と話してたら全然気づかないことで。うん。いや、ほんと、今考えたら当たり前ですけど、そうか、山口県海2個あんのか、みたいな。そうなんですよね。うん、なんかそういうことって、あとなんか、なんですか、その、僕はなんかそういうのが結構どこの県にも当たり前にあるもんだと思ったんですよ。なんかこう、なんとなくの派閥みたいなのが。で、なんかそういうことが、なんか自分の中でなんとなく思ってたことというか、が、こうやっぱ県、他の県のことの話とか聞いていくうちに、すごい相対化されて見えてきたりとか、うん、なんかああいうのってなんかね、すごい、なんだろう、他人の生活っていうのかな、なんかそういうのが好きというか、そういうのってなんか、観光案内所じゃされない話じゃないですか。ですね。うん。間違いないです。なんかあとちょっと、何々した仲が悪いんですかあったじゃないですか。そう、ああいう話って、そうな、なんかこう、面白いなっていう、なんかこう、まあ、暮らしの手帳、雑誌の暮らしの手帳ほどもうちょっとなんか小綺麗な感じじゃないですけど、うん、なんかもうちょっと、なんか、なんかディープスポットっていうほどディープでもないんですけど、そこのなんか暮らしの手帳となんかこう、ブラタモリの中間的なというか、うん、なんかね、他の人の生活ちょっと覗いてみたいとか、そこに住んでる人の話、生活感のある話とかもなんか面白くて、なんかね、なんか大体観光地の人はここだけ見て帰っちゃうんですよね、みたいな。はいはい。それある種ちょっとぶっちゃけた話？うん。けどなんかそういう等身の大の会話みたいなのが、結構多分僕の旅行人生で多分初めてで、そういうのってやっぱりもうちょっといろいろこう仲良くなっていかないといけないけど、まあ、確かに地元なんかいきなりもうそういう地元に住んでる人と話せるから、うん、ああいうのってなんかねすごい今までちょっとないなって思いましたね、多分その喋りというかテーマとして、うん、なんかこう誰かが言ってましたけど、こうまあ関係案内所だよねみたいな話
に近いんだろうなと個人的にはすごい思ってて、なんか観光案内所で聞けないよねっていうのはそうなんですよね。で、なんかこう関係が作られたからこそ聞けるであったりとか、関係を作るこう補助線を引くみたいな、なんかそういう役割なんだろうな僕自身があって結構思ってて、なんかそういう意味でこう関係案内所みたいな存在としてこうあるっていうのは結構ある気がしました。いや本当になんか案内所ってやっぱりこう、はいはい、会うのが分かってるじゃないですか。はいはい。なんかこの人はこの時間から1時間散歩一緒にするんだみたいな、分かってるから、はいはい、なんかこう不意に話しかけられるでもなくこうコミュニケーション取れるんですよね。そうですね、時々そういうビクッとするときありますもんね、旅行したときに。あれ、なんかその人なんかすごい急勝手に案内してくれるぞこのおじいさんみたいな。いますいます。はいはい、あれとは違いますもんね。そうですね、なんか観光してると時間気になっちゃったりするじゃないですか、バスの時間がとか。ああ、はい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 。だからそのなしで、あの1時間ってもう時間パッチって決められてるので、うん、まあ、その点もこう、あの、まあ、気軽というか、気軽といえば気軽だなと思って。そう。で、やっぱ僕、前も言いましたけど、今後の楽しみとしては、実際にこのオンラインぶらり香川を体験した後に、本当に香川に行った時にどうなるのかっていうのが、自分のその人間としての、興味があって、はい、ちょっと友達と行った、もし行く、行ったら、ちょっとまあ、佐竹さんの言われた言葉をまるまる言って、ちょっとマウントしたいですよね。俺なんか、楽しみ方もあるかもしれないです。うん、なんか調べてないお前みたいなんで、ちょっと鼻高々で旅行したいなとか。気持ちめっちゃわかります。なんかそういうのもね、うん。はい、というわけで、まあちょっとか、はい、今、なるべく観光、今、佐竹さんがやられてる、オンラインぶらり香川のお話を、まあ、中心に、まあ、観光地と僕らの関係性のなんか新しい可能性とか、うん、新しい選択肢としての今お話ししましたけど、はい、次、まあ、もうちょっと佐竹さんのなんかまあ別のテーマというか、はい、ある種今やってることともちょっとリンクしてると思うんですけど、ちょっとなんか不動機を作るとか、はい、 そうですね、そういったお話もしてもらえればなと思います。はい、ではちょっとここからまたちょっとだけ画面共有しながら進んでいきます。はいはい、これ今挑んでるテーマや事業ということで、今、香川の不動機を作るっていうこと。まあ、それをこうテーマに、移住を地にしてきました。で、まあ、ここで言う不動機とは何かっていう話なんですけど、まあ、こういう図をイメージしていただければいいかなと思っていて。いいっすよね。あの、過去から未来に伸びるその時間軸っていうものと、その土地にある自然、あるいはそこに育まれる精神性であったりとか、社会のあり方で、いや、そこに生きる具体的な人っていうものがこう、まあ、包摂されるようなこう共同体であるっていうことが僕の中ではすごい、不動機的というか、まあ、不動機だなと思っていて、でそういうものを今こっちで作ろうと思っています。で、まあ、その時にキーワードとして精神性、今言いましたね、こう精神性だったり風土、あるいはこう深度不二みたいなものをこう大事にしたいと思っています。で、まあ、こう、不動機の需要のキーワードとして一つは、深度不二とは何なのかっていう話よく言われるので、まあ、こう、簡単にお話しすると、まあ、こう、体と生きる際の土っていうものを、環境っていうものをこう切り離すことができないよねっていうところなんですよね。で、例えば分かりやすいの方言ってそうじゃないですか。なんかこう、関西に住んでる人、関西弁とか、なんかこう東北なら東北、まあ石川とか福井とかなんかいろいろそれぞれまあ方言があったりするんですけど、なんかそこの土地に根ざした言葉って、例えばこう寒いからあまり口開かないとか、はいはいはい、なんかそういうのからこう言語とか、まあ、分かりやすいそういうのがあったりするわけですけど、なんかそういうものと、もしかしたらつながってるかもしれないとか、あるいはこう、この間ね、ちょっとお話しさせていただいたときにこう、もうお話したんですけど、九州の方ではこう、焼酎を作りますよね。だけど、北陸とか、うん、東北に行くとこ日本酒を作ってますね、みたいな。うん、まあ、そこの違いもあったりするよね、みたいな。だから、その食生活であったりとか、まあ、何にしてもそうなんですけど、なんか自分が生きてきた、あるいは生きている文化っていうものと、その土地っていうのを切り離せないんですよねっていうのが、なんか僕の中で結構大きくて、で、それを、まあ、ちゃんと考えていかないと、住む場所として、なんか、例えばこう土地の一部を切り取って工業化する、その工場を作るとか、なんかそんなこと別にできてしまうわけですけど、文明化した社会においては。ただなんかそれをやってしまうと、自然の中に生きている、あるいはこう自然に生かされている人間というよりは、なんかこう、ね、17世紀の科学革命以降の近代的なパラダイムの上に生きる、うん、こうなんか、いや、我々は自然を支配しているんだみたいな、こう、
先にじゃあどこにぶち当たるのかってこうね、台風10号であったりとか、気候変動であったりとか、なんかそういうところにこうつながっていくんじゃないのみたいな、うん、もうちょっと自然と共に生きるっていうことをちゃんと考えないといけないよねと思って、まあこういうことを言ってます。で、まあなんかなんで不動機なのかみたいな話なんですけど、まあ風土そのものが、まあさっき話したように、価値観とか文化とか精神的に多分に影響を与えてるわけですよね。うん、で、それがまあ生活様式、さっきの焼酎なのか日本酒なのかとかもそうですし。で、なんかそれぞれがこうやっぱ相互に連関してて、なんか一つの生活文化を切り取る際には、やっぱその風土性っていうのをこう記述することを無視できないんですよ。なんかそれを無視することはやっぱできなくて、なんかそこまで風土がどういう風土のもとに育った価値観なのかとか、文化なのか、精神性なのか。北陸で言うと、浄土真宗がものすごく広がってるんですけど、それも15世紀に蓮如っていう商人が来たと。じゃあなんか蓮如さんはなぜ北陸に来たのか。他の土地に逃げるっていう選択、まあ逃げるっていうかその移動するというか、選択肢だってあったはずなのになぜここだったのかっていうと、その例えば土地の関係だったりとか、距離感、話だったりとか、そういうものは、そういうものが出てくるわけですよ。みたいな。うん、なんかそういうことを、なんか無視して考えることはできないよねと思って、で、これを無視して考えていった先に、僕は正直日本の未来はあんまないなと思っているっていうのが結構大きいですね。はい。うん、で、なんかまあ、不動機の考え方として、こう、なんか、まあ、その今話したのは、自然、精神性とか社会、人間みたいな縦軸の話ちょっとしたと思うんですけど、過去から未来に伸びるっていうのはやっぱり、過去からこう積み上げられていく先人の知恵であったりとか、なんかそういったものをこうやっぱ結構重んじないと難しいなと思ってて、今の蓮如さんの話、浄土真宗の話も一つとっても、やっぱり、歴史の話になったりとか、土地、なんかその地理の話だったりとか、するわけで、で、なんかそういう、こう、積み重ねられてきたものっていうのは、その過去から今に至るわけで、その今から未来に至る表現をするときにも、やっぱりそういう、ある種、なんていうんですかね、その風土って文脈においては、こう、過去から未来に伸びていく軸の上で、こう、ちゃんと表現し続けるみたいなところが、個人的には結構大事なんじゃないかなと、思っているっていうのが、まあ、その風土記というか、風土記の考え方というか、うん、不動機を考える上ですごい大事にしたいポイントだなと、はい、思っています。はい、ありがとうございます。うん、いや本当に、まあちょっと話飛躍しちゃうかもしれないですけど、はい、やっぱ僕もそのなんかこうユニークローカルメディアとか最近言ってるんですけど、やっぱそのまあなんかなんだっけ、フラット化する社会でしたっけ、なんかそういう本ありますよね。まあとにかくどんどんインターネットとかグローバリズムによって、こういろんな価値観とか文化様式みたいなのが世界中どこも似てくるんだみたいな話があって。で、なんか、例えば僕5年前だったら、お笑い、すごいお笑い好きだったんで、お笑いのなんかボケの一個としてよくあるのが、急に漫才でお姉口調になってなんでお姉なんだよみたいなのとかってあるけど、あったんですけど、かつてはめちゃくちゃ。ボケのもう一個のパターンとして、もうそういうの全然笑えないし、テレビ的にもやっちゃダメだよね。うん、そういうなんかある種、これはまあもともと日本にもずっとあったんだけど、なんか特にこう、欧米の方でのなんかその、なんていうんですか、ポリティカルコレクトネス的な文脈がすごいガーッと日本に入ってきて、日本でもやっぱやんないとダメだよねとか、やっぱそれなんかそういうことってあるじゃないですか。なんかどんどん価値観とかが、はい、すごいスピードで変わってるなって僕自身すごい思うんですよ。インターネットに入って、うん。でもそうなった時に、例えばそのなんか、それでいいのかっていうのも少し思ってて、うん、なんかその、なんか特に観光とかって、まあその土地のな、その土地だからこそのものをやっぱ味わいに行ってる体験じゃないですか。はいはいはい。で、そういうふうに例えば世界中の文化が全て YouTuber しかなかったら、なんかつまんねえなみたいな、うん、なんかある種そうなんか例えばなんでしょう、江戸時代の文化ってすごい歌舞伎とか、はい、なんかそれこそまあ僕落語研究会なので落語とか、はい、なんかあの浮世絵とかいろいろありますけど、あれってやっぱ鎖国したからだと思うんですよね、うん、もう徹底してそのなんか外の文化を入れないことによって、なんか内側の謎のロジックによってどんどん進化していくみたいな。はいはい。なんかそういうやっぱ文化のなんか一つ、なんか体制させるためにある程度こう閉じた空間というか、そういうのもなんか大事だなって思うんだけど、
どんどん今世界は開いていってる、うん、っていうことをなんとなく感じてて、やっぱそういうなんかその問題意識というか、そういう時にやっぱりなんか不動機でちゃんと地元のことを見直そうとか、地域の歴史をもう一回こう改めて見直してみるとなんか見えてくるぞとか、そういうことって僕自身も普段やっぱ考えてるからこそこういうメディアやってるので、すごい問題意識として近くて嬉しいなって思います、単純に。ありがとうございます。なんか、うん、そうですよね。なんか多分地域とか、よくこう教育の分野で、それぞれのこう個性であったりとか、なんかあなたの夢、まあこれ、それは例えば何になりたいだけではなくて、こうどうありたいかとか、何をしたいかとか、なんかもろもろ含めて、こうあなたの個性を伸ばしていきましょうみたいな話ってこうよくあると思うんですけど、なんかそれがこうこと地域になると、そういう話にならないんですよね。で、例えば地方創生っていう話をしたとき、まあ2014年、安倍政権から話が始まったわけですけど、なんか、結局地方っていうものが一括りなんですよね。こう大きな大枠としては。で、内閣府の町人仕事創生本部の資料だと、まあ今ちょっとどうなって、もしかしたら変わってるかもしれないですけど、一番最初の資料だと、2050年代の実質経済成長率 1.5% から 2% を確保することが一つと、もう一つは2060年の段階で人口1億人を確保するっていうのが、まあ大目標として掲げられてるんですよ。で、なんかそれって変な話、なんかこう子育てしやすくて、かつ経済が伸びるような、何かがこういろんな街で行われてたらいいわけですけど、うん、なんかそこにこう個性っていうものは存在しないんですよね。うん、だからこう例えば東京の優秀な人材をなんか紹介しますとか、連れて行きますとか、関わらせますとか、なんかそういう話になるんですけど、なんかそれだけじゃないよねみたいな、なんかその経済性だけで見てると、結局じゃあイオンモール作るのがいいとか、便利じゃないですか、なんかこういっぱい集まってみたいな、便利ではあるんですけど、別に面白みはないよねみたいな話になるんですよね。で、ってなった時に、今、こう、さっきの話、日本の江戸時代の文化の話、すごい面白かったんですけど、もし、今、なんかこう、この地域のどこかで線を引いて鎖国したら、どうなるのか、みたいな。みたいな、その思考実験って、その地域の個性をこう育んでいく一つになるわけじゃないですか。要は、他に別にこう、何かを売ったりとか、そのこう、なんかグローバリゼーションみたいな。地域から見たそのジャパンですらこうグローバリゼーションというかそのナショナリゼーションみたいなものが消えていくので、その本当の意味でのローカル地域エリアみたいなものの中で何を育んでいくのかっていうものがこう垣間見えるわけですよね、うん、なんかこうだからこそ、その今鎖国するとしたらなんか何を育むのかみたいなところって思考実験として結構面白いなって思ったのが、なんか話を聞いててすごい思いました。まあさすがにね、本当にやるってなると僕もめっちゃ嫌だし、そうめっちゃ嫌だし、なんでで出てよって思ったりするから、それこそ移動する自由とかもね、むしろ明治になってから勝ち取ったわけで、それは大事にしたいんだけど、なんかそうなんですよね。なんか僕としてはやっぱこう、なんかそれこそマーケットの論理とか常にこうなんか、なんか開かれることによって、さっきの話で誤解されると良くないけど、もちろんね、そのなんかその閉じられたなんか空間だからこそ起こるなんか嫌な差別構造とか、なんかその、なんて言うんですか、ちゃんとこう、人として扱われないなんかマジョリティみたいな人が生まれてしまうっていう、そういう負の側面ももちろんあるっての分かった上で、なんかこう、今ね、文化だけの話で言うと、なんかやっぱね、閉じないとなというか、例えばちょっと僕のメディアも、例えば、メールマガジン月に5回ぐらいやって、はいはいはい、で、こういう今回みたいな YouTube で時々こう議論するような番組をやったりとか、あとまあ個人的に今ドキュメンタリーの撮影をしたりとか、お、そのまあしてるんですけど、やっぱなんかそれって僕も大学1年の時にちょっと YouTuber っぽい YouTuber やってみてたんですよ。はいはいはい。で、なんかそういうことじゃないなってやってて思って今こうなってるんですけど、なんかそのでもやっぱ純粋無垢だった大学1年生の時の岡藤凛太郎は YouTube っていう世界でいろいろあるわけですよね。で、なんか自分なりに急上昇ランキングとかをちゃんと見て、うん、なるほどこういう企画か YouTuber っていうのはっていうのをなんとなく分かって始めてたんだけど、今改めて思うとめちゃくちゃ没個性の超つまんない動画なんですよ。
なんかそういうことで、例えば YouTube もう今やっぱ YouTuber っぽい動画ってやっぱあるじゃないですか、一つ。はいはい。で、こうよくある話だけど、そのやっぱ急上昇ランキングとかそういうのがバーって出ちゃうと、みんなとりあえずそこを見て、で、そこから学習するから、なんだっけ、これ、それこそあのニコニコ動画の、あの、なんだっけ、代表の川上亮生さん？カワンゴの本とかでもあったけど、やっぱその開かれれば開かれるほど多様性がなくなっていくよね、みたいな。ネットプラットフォーマーの考え方として。はいはい、ニコニコ動画もいろいろこうランキング機能とかつける前の方が、それぞれなんか個人で引きこもりの人とかが勝手になんか動画とか上げたりして多様性があったんだけど、ひとたびこうなんかヒットコンテンツとかがみんなわかるようになると、みんなそれを模倣するから結果として全体の多様性がなくなるみたいな話があったりして。うん、やっぱりこう、今ね、インターネットみんなスマートフォン持ってますけど、やっぱこの、特に文化とかなんかそういうことをやってる人たちっていうのは、そこちゃんと向き合わないとなとか思ってますね。うん。そうですね。間違いないです。うん。ちなみにこの不動機っていうのはこれ、一応今、書こうっていう感じなんですか？いや、まあ、表現は正直こう何でもいいなと思ってるんですよね。うん、で、なんか、それこそ、もともと不動記ってね、こう1300年ぐらい前に、天皇にこう献上されるためにこう書かれた書物ですけど、うん、なんかそれを、なんか別に書物にする必要はないんですよね。なんかこう、どんな形でも多分いい。それこそ今ね、こう事業としてやっていくっていう話も一つだと思いますし、その研究して、なんかこう、まあ、ペーパーにしてみるとか、あるいは本にしてみるとかでも別にいいと思うんです。で、まあ、多分何でもいいんですけど、うん、何かこう残していける形にしないといけないなとは思ってます。で、なんかこう表現することと残すことの、なんかこの二軸はちゃんとやりたいなって思ってます。いや、で、やっぱ、あと、時々僕も思うけど、例えば僕今アパートに普通の、めちゃくちゃ普通の8畳、ワンルームのアパートに今住んでるんですけど。はいはい。で、普段はその仕事とかでなんか外出る以外は、まあ近所の歩いて10分ぐらいのスーパーと、あとなんだろう、ホームセンターとか。うん、で、ちょっとしたなんか家のもの買ったりとか。で、これって土地と向き合ってんのかなとか思うんですよね。なんか俺ってもう、例えば今、その大学の近くなんで、結構なんか、いろんなこう、なんていうの、結構山口大学1万人はいない。うん、この、こっちの全校生徒多分1万人ぐらいいて、こっちのキャンパスでもう何千人かいるんですけど、結構人口密度高いんですよ、この辺だけ、妙に。はいはいはい。なんで結構そのスーパーとか、なんかその生活するに足りるもの、コンビニとかもすごいいっぱいあったりして、結構山口市の中でここだけ結構都市的なんですよ、極めて。うん、なるほど。で、これ、俺って、どこに住んでんのみたいな。なんかそういうことを考えていて、だからその、なんか実は僕もほとんど都市みたいなところに住んでるんですよね、多分。うん、で、その仕事でなんかどっか撮影とか以外は、基本的にその日用品とかスーパーに行って帰るだけだから、で、こういうライフスタイルの僕みたいなやつって、実はもうちょい都市みたいなとこに行った方がいいなと思ってて。うん。なんか全員が全員、そのなんか土地と向き合う必要があるのかっていうか、現時点ですでにその地方には住んでるんだけど、例えば人口10万、20万、30万ぐらいいたら、結構その県庁所在地とかその市役所付近とかって、まあまあいろいろなものあるじゃないですか。はいはいはい。なんかそういうところに住んでる人って本当にそこに住んでんのっていう感じはしますよね。そうですね。それはありますよね。なんかそこはこう、なんて言うんだろう、こう役割分担でいいんじゃないかなとは思ってて。うん、ただなんかこうあまりにも、なんだろうな。こう、すべてが、基本的にそのさっきのこうフラット化するみたいな話であったりとかにもそうなんですけど、なんか結局こう、不便なところに住んでる人たちも、こう、自分たちのその、なんか便利さみたいなものを追求していくと、例えばこう、どこもかしこもコンビニがあってとか、うんうんうん、なんかこう、巨大ショッピングモールがあってみたいな話になっちゃうわけですよね。うんうん、なんか、それは、それでいいんだっけみたいなところには、こう、ちゃんと問いを立てるべきだなと思ってて、う
で、なんかそう思うと、例えば加賀のその山代温泉の近辺って、コンビニは、ちらほらはあるんですけど、いわゆるその商店街の中とかに、まあ、旅館はね、こう、旅館はそもそもちょっと規模がまた一つ二つとか、こう、かなり頭出ちゃうので別の話になっちゃうんですけど、旅館以外のお店で、外資が入ってるところってないんですよ。まあ、ほとんどその地元の住民の人、あるいはまあ、こう、県内のなんかこう、資本が入ってたりっていうのはちょっとあったりするみたいですけど、まあ、なんか基本的にはほとんど地元の人らがやってるんですよね。で、なんかそう思うと、なんかそういうところに僕は結構美しさを感じるというか、うん、経済どこで回してんのみたいな話になるわけじゃないですか。こう地域内経済循環みたいな話がありますけど、まあ、なんかそういうでそこにこう入れないというか、自分たちで回すみたいな自治の精神であったりとか、うん、なんかそういうところはこう結構すごい美しいなと思って、でそれはそれでこの辺だからできることなのかもしれなくて、なんかこう自分たちの街でできることと自分たちの街でやるべきことと、なんかその辺はこうでもちゃんと見極めながらやっていく必要があるのかなっていうのはこうすごい思いますね。だから例えば東京でもこう下町のエリアとかあるじゃないですか。はいはい、はい。あそこまでこうなんかこう文明化してしまったらというか、下町の文化は消えていくわけで。うん。なんかそういうこうところに、同じ東京の中でも多分エリアが住み分けされてるはずなんですね、そういうのって。うん。でなんかそういう意味では、まあ、東京もこう綺麗に住み分けてるし、全然いいんじゃないかなって気はするんですけど、なんかそこの役割分担ですよね。うん、いや、もちろんもちろん、僕もやっぱりそういう今聞いててすごいとこだなって思いましたけど、うん、やっぱそういうなんていうか、オルタナティブな存在というか、うん、なんかその、うん、やっぱその全部が全部巨大資本が入ってね、なんかイオンがあってみたいなのって、はい、なそれはそれで面白いけど、なんかイオンがあって便利だし、フードコートでワイワイするの楽しいけど、うん、なんかそういうふうにちゃんと日本の中に、そういう今でいう加賀のあたりは、地元のお店ばっかりってことですよね。なんかそういう存在、まあ、うん、でもそういう存在をちゃんと残しておくっていうのは結構、うん、めちゃくちゃ大事ですよね。そうですね。うん、まあ、どんなお店作るのかみたいな話もある種そこの歴史と向き合ったりするっていうのも一つの手かもしれないですし、ね、それが全ては言わないですけど、なんかこうどういう建物なのかとか、どういうその外装にするのか内装にするのか、あるいはどういうお店を出すのかってもろもろすら、実はこうそこの町にこういうものがあってとか、なんか掘り起こしていくと、その僕らがなかなかこう普段目にしない、見えにくいけど、実はなんて言うんだろう、そこにこう資源がありましたみたいなことって多分あると思うんですよね。うん、それをこうちゃんと発掘できるかみたいなところは結構大事なんじゃないかなと思ったりはしています。うん、いやいや本当に不動機は、ちなみにスライドはまだあるんでしょうか。いや、一旦スライドは全部終わりました。 ありがとうございます。いやー、やっぱね、はい、そうですね。うん、いや本当になんかそう、住む場所ね、精神性、うん、まあ、その上だからどこに住みたいのかとかもなんか選んだらいいと思うんですよね。そうそう、ああそうですね。うん、私なんかこう完全に移住するなんか、例えばこう僕が香川に行くときにこう、まあ、移住しますみたいな話をしたんですけど、うん、なんかこう見方を変えれば、仕事をしに行くわけじゃないですか。要はこっちで不動機を作るために起業するっていう話をしていて、でこう仕事をしに行きますって話になるわけとも取れるわけですよ。でもなんかそれをこう、例えば東京に移住するってやっぱなかなか言わないじゃないですか、就職するときに東京に出ることを。はいはい。なんかそういう、こう移住するって言った瞬間にこう急にハードルが上がるみたいな感覚を、なんかこう、もうちょっとうまくその抑えられないかなと思って、うん、なんか今だとこうアドレスとか、こう緩くその町に住んだりとか関わったりするみたいなことはありますけど、なんかそういう形がもう少しこううまく広がっていかないと、なんかこう移住ね、なんか移住っていうとこうさも生涯そこで住むみたいな、うん、なんかこうある種覚悟を強いられるというか、はいはいはい、そんな覚悟、僕はね何の覚悟も持たずに来たんですよね。なんか結構、うんうん、香川移住しようかなみたいな、香川行きますみたいな感じで来たんですけど、うん、でもなんかやっぱ他の人からするとこう移住するとやっぱ覚悟があったりするみたいな、必要だったりするみたいなの
ので、なんかそこの覚悟をね、こうそんな持つまで移住できませんみたいな話の方がちょっと時間もったいなかったりするので、なんか行きたい時に行くみたいな、なんかそういう緩さがこうもっと出るといいなみたいなことはすごい思いますね。で、その時にだから風土があるし分かりやすいと、なんか選びやすいかなみたいな。うん、いや、全くその、ちょっとこう言うとなんかまたビジネスっぽい言い方になるけど、生存戦略として、その街全体として考えたときに、うん、どこにでもある街って潰れていいじゃないですか。言うとあれだけど。言い方悪いですけど、なんかその、いや、この街どこにでもあるなって街は、どうでもよく、うん、そのなんかさっきの、例えば僕の言う、なんか、応援してもらうようなときに、なんかその、例えばアイドルとかも、そのグループ内でのやっぱキャラ付けとかをして、ファンに応援してもらうとき、わけじゃないですか。あいつはちょっとおバカでとか、はいはい、いや、この子はリーダーシップがあってとか。はいはい、でそのキャラ付け、街のキャラ付けとして考えたときに、やっぱりそういうちゃんと地元の商店が残ってるとか、うん、そういうのってめちゃくちゃ大事で、で、まあ、ただ、今やっぱりその、そういった人たちがちょっとネットに疎かったりするから、うん、なんかそのお金の集め方が少し昔ながらすぎてなかなか難しいかもしれないけど、なんかそう一旦そこになんかもうちょっとそれこそなんかペイペイみたいなものって僕めちゃくちゃいいと思ってて、うん、で結構なんかよネットのこととかよく分かってない定食屋みたいなのもよくやってるじゃないですか。そうっすね。やっぱああいう風にしてなんかその決済の便利なところ、まあ、ちょっとお金かかるけど委託してで、その定食屋は定食屋で自分たちのやっぱり味を追求してってもらってみたいな、そういうふうになんか、うん、なんかその推しの村とか推しの町になるためには、うん、やっぱりパリはね、パリの街並みにやっぱコンビニあるとがっかりするじゃないですか。そうですね。多分。行ったことないからこれ想像で言ってるけど、なんかあと日本は飲食店のそのなんか、出店規制が実はめっちゃ緩いけど、ヨーロッパのだとめっちゃ厳しいよみたいな話とか。やっぱああいうとこってやっぱちゃんと街の景観とかを常に考えてるから、うん、すごいこう、建築規制があったりとか、まあ京都とかもね、ありますけど、やっぱああいうのって結構僕、大事だと思うんですよね。うん。そうですね。大事だと思いますね。うん。だすごい、まあ、不動機、どういう形になるかわかりませんけど、ぜひそっちの方も進捗あればみたいな、進捗あればそう教えてほしいというか、そうですね、うん、実際にっていうか僕自身がまず不動機を読んだことないし、はい、どういったものになってくるんだろうっていう非常に楽しみなんで、やっぱそれもね、あのオンラインブラリカガーの活動がだいぶ生かされるでしょうし、そうですね、まさに、うん、なんか普通の多分参加者なんで、なんか地域の資料館にあるような古ぼけた不動機じゃないんだろうなとは思ってます。話聞いて。そうですね。そういうのではないですね。うん、まさに。はい、うん。というわけで、じゃあちょっと1時間ぐらい多分喋ったと思うんで、はい。一旦とりあえずこの番組を終わりたいと思います。はい。ありがとうございます。というわけで、まあ、今回のゲストは、オンラインブラリカガというサービスを始めていらっしゃいます。佐竹さんでした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。